はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、です。さあ本日なんですが、呪眼というテーマ皆さんご存知でしょうか。今日はですね、この呪眼というテーマを激も録画にして作ってきたんでご紹介していこうかなというふうに思っております。このテーマ結構ね、使ってる感じ結構強くて、しかも割とね、回し方もそんな難しくなくて、まあ、とてもいいデッキかなと思うんですが、これどういうテーマかっていうと、もうセレンの呪眼っていう装備魔法があって、これが全てなんですけども、これを装備してるとなんかいろいろね、できるモンスターが多いと。でセレンの呪眼自体が、装備魔法なんですけども、装備モンスターは戦闘か効果では破壊されないよっていう、効果になっていまして、で自分が装備モンスターの効果が、このカード以外の呪眼の魔法トラップカードを発動すると500ライフを払って失って、500の打点がアップするみたいなね、感じだから、まあどんどんその自分のライフをリソースとして使って、まあ、打点を上げていくみたいな。でまあ戦闘効果で破壊されないっていう体制がつくんで結構強い、しかも効果の対象にならないっていう効果があるんで、まあかなり硬くなります、これを装備すれば。はい、まあ結構ね、今対象取らずになんかその除外したりとか、ミラージェードみたいなね効果が割とあるので、まあ過信はできないですけれども、まあそういうモンスターじゃなければかなり硬い、まあ、突破しにくいモンスターになってます、なりますね、それ装備すれば。でさらに自分の墓地にこいつがある場合は1000ライフ払って自分の墓地から呪眼の魔法トラップカードを除外すると、もう一回セットし直せるということで、まあ、これが除去されてしまったももう一回セットし直して装備し直してるみたいな感じの、まあ、ギミックですね。でこれを、モンスターに装備していってビートダウンするんですけども、まあ、エースモンスターはこの呪眼の王ザラキエルっていうモンスターですね。これ攻撃力2600以上のモンスターを相手にしてリンク召喚したら、1のバトルフェイスを2回砲撃できるっていう効果と、あとセレンの呪眼を装備していると相手のカード何でも破壊できるっていう効果がフリーチェーンで打てます。はい、強いですね。2番目で3番目に一応リンク先のモンスターをスタンバイフェーズになんか無効にするっていうことがあるんだけども、これ先に向いてるからリンク先が相手モンスターも無効にできるみたいな感じですね。でザラキエルかまたはサリエルが強くて、サリエルは、召喚に成功したらデッキから呪眼カード持ってこれて、セラの呪眼装備してると相手のフィードの特殊な3のモンスターを破壊できるよっていう効果がフリーチェーンで出るんで、まあ、サリエルかまたはまあ、ザラキエルにセレンの呪眼を装備してビートダウンしていくみたいな感じのテーマになってますね。で、このテーマね、マジでね、なんかその1体でビートダウンしてるのが一番強いですよ。だからザラキエルをなんかムキムキにして、セレンの呪眼とかの、その打点アップの効果とか、まあ、ゴロゴロの栄養のこのライフ差があると、なんかめっちゃ打点上がるみたいな効果なんだけど、これとかを使って、呪眼のザラキエルの打点をどんどん上げて、なんかこいつでビートダウンしていくっていう、しかも、こいつ相手のカード破壊できるんで強いじゃないですか。だからザラキエル単体でビートダウンしたら多分強いなと思ったんですよね。なので今回はザラキエルとタイマンを張っていただくように、相手のモンスターがカイザーコロシアムっていうカードと、あと午前試合を入れました。かなりキモいロックなんですけども、カイザーコロシアムは自分のフィールド上にモンスターが存在していればその数よりも多くなるように相手はモンスターを出すことができない。つまりザラキエルだけ出してる場合はもう1体しか出せません。相手はもうザラキエルを一体で対マンで処理 しないと無理と。それからまあ午前試合も同じような感じで、ちなみに群雄割拠とかも相性いいんですけど、呪眼って。悪魔族の闇属性で統一されてるんで、もうそれ以外出さないんですあんまり。だから、まあ呪眼の王ザラキエルプラスカイザーコロシアム、午前試合、まあちょっと枠なかったけど、まあ群雄割拠とか、まあセンサー万別もワンチャンあるね。ああいうなんかクソキモい、ロックカードを入れて、相手のそのモンスターと対マン張って、で、ジャガンのザラキエのパワーを見せつけるっていう、構築になっております。で、展開は、結構簡単で、ザラキエルを出せばいいので、基本的には。3体ジャガンを並べばいいんですよ。だから、まあ、ザラキエル以外のサリエルと、それから、まあ、バジリウスと、まあ、カトブレパス、またはこの剣剣の呪眼っていう、まあ、トークン出せるんですけど、この辺のカードをうまく使って、呪眼を3体並べて、まあ、展開していくっていう感じですね。まあ、展開の方法は、対戦でやってるんで見ていただければなと思いますんで、早速ね、この激キモロック型呪眼のザラキエルビートをご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。ああ反動割と強そうですね。これはね割と反動強そうな。メインフェーズ1開始時強欲で金マナツボ発動、強欲で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 ちょっとだけ金マナツボ発動。さあこれで2枚ドロー。ザラキエルはまだ大丈夫だ、残ってる。 OK。 ブレイクストも残ってる、了解。タウナードとダリウスがいった、OK。でテラフォーミング発動、テラフォーミング効果止めてもいいぞ。なるほど。パレードリアを手に変える。パレードリアはまあ炎武天気ですね。はい、まあ、炎武天気といえば分かりやすいでしょう。さあ、パレードリア効果発動、呪眼モンスター1枚寄ってくるのに加える。これは当たり前にサリエルで、サリエル召喚効果発動、サリエルの効果によってデッキから呪眼カード1枚を手札に加えることができるのところで増地。なるほど。
増字打たれても止まるタクあるんで、あの銃眼ってこれが強いんですよね。でも止まった方がいいんじゃんこれ、増字でしょ。でもセレンの銃眼持ってきて装備しといたらまあこれで十分でしょ。ちなみにサリエルは、セレンの銃眼がついてると特殊召喚された相手のモンスターを破壊できるよっていう効果があって、まあ、普通にそのこれだけで妨害として成立するんだよね。あのこのブームだけで妨害成立してるの、これといえばすごい強いでしょ。まあ、全部エンドでなんじゃないかなこれ。こうしてで、まあ、増殖するで腐らせてエンド、はい、十分これでも強いから銃眼って。はい、まあ本当はザラキエル出しに行きたかったけど、まあいいですよ別に。今ちなみに止められなければ、あ、キロライブ OK、 アライブ、いや、あの敵テーマはね、融合を止めろっておばあちゃんが言ってた融合を止めろっておばあちゃん言ってたんで、エアーマン効果、いや、さすがにこれは無限法よ。エアーマンだけはまあファリス持ってこられてめんどくさいんで、まあ、ここはさすがに展開が伸びる前に無限法を打って、止めていくと。ちなみに特殊召喚されてるモンスターなんで、一応エアーマンも破壊できたりするんですけど、ファリエルスが、まあ、エアーマン破壊したことであんま何も起きないからまあいいか、まあ、これ止まってくれたら嬉しいな。あ、止まんなそう、全然止まんなそう、ビビったバイオンの効果通すしかないね。で、シャドミ落とす。で、何持ってくんの？シャドミはいいわ。シャドミもいい。これ何持ってくんのこれ。リキッドマンか。まあ、融合させなければなんとかなんじゃないこれ。で、バイオン効果。あの、ここでバウンス待ったら結構。いや、まあ、うん、そうだね。ここでバウンス待ったら結構。バイオンの起動効果使われる前にバウンス割とあったんだけど、まあちょっと しょうがないからここはまあ通して、で、融合をなんとかして無効にして、まあ融合ね、オッケーで、ここの融合を断罪の呪眼で無効にしてで、魔法カードの効果無効で、カウンタートラップなんで、これあのなんか遅延できないんですよ。これが強いですよね。なんか魔法カードの効果完璧無効にして、あの遅延できないっていうのが結構、例えばハービーのハネボウキとか、まあ、ライトニングストームとか、ああいうセレンの時間を破壊してくるようなカードに対して打つと結構守れます、モンスターを。で、セレンの時間ついてると、サリエルは戦闘効果打開されませんので、まあ、十分強いよね、うん、と思うわ。あ、ベルテアラコンダはね、全然無理だね。死んでもらうわ。サリエルの効果を発動、特殊召喚したモンスターを対象に取り、そのモンスターを破壊する。し、消えろ。よし、いや、止まったろこれ。結構これ結構止まったろ。一応今盤面まだ一応2バウンスはある。ちなみにモンスター2バウンスは残ってる。ふわっあいつハンド強くねえか。あいつハンド強くないか。アライブ2回撃たれたぞ。おい、どうなってんだ。おい、インチキだろ。おい、ふざけんなよ、ふざけんな、マジでインチキすぎるだろ。ヒーローアライブ2回はマジふざけんな。パリス持ってこられた。やばいこと起きそうやばいこと起きそう。ビジョンヒーローファリス君いいでしょ。ファリス君効果でヒーローを捨てる特殊召喚までは把握。アナコンダはもういない。こっからどうなるかな。まあ、バイオン一応融合サーチ効果一応耐えてないんで、まあ、それを使いに来るかなと思うんだけど、いや、ここでもバウンスしたらいいよね。これバウンスしたらいいのでは。これバウンスしたらさ、入れるよね、これ。これ、こことさ、これバウンスしたらもう絶対バイオン持ってこないじゃん。来た。神ゲー。めっちゃ妨害残してる。いや、サリエル短期でここまで妨害残せるの結構強いだろ、このデッキ。ダリーダーニーダーニーそれはまあいいけど、いや、やばいか。待って、ファリスの効果は有効になっている。インクリースはセッティングされる。やばい、もう妨害がねえ。やばいかもしれねえ、やばいかもしれねえ、これはこれはやばいかもしれねえ。相手まだリキッドマンっていうのがあるんだよな。やばい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 、それはやばい。頑張れサリエル、頑張れサリエル、頼むサリエル、頑張ってくれ。6500しかない。いや、結構ね、こっちね、ライフが割とまあ、リソースみたいなとこあるんで、結構ライフ削られるときついんですよね。エ
やった、なんで、あれかな、融合一枚構築かな、もしかしたら融合一枚構築かな。いや、サリエル君の効果はまあ それは別にいいわ、うん、それはもう別に。で、パレイドリア破壊するが何も起きないで、打点が上がる。いや、いける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 、あぶねえ、今融合サーチされてたら終わってた気がする俺。で、パレイドリア発動して、発動時時間持ってこれる。もう一回サリエル何やったっけ、あ、カトプレパスか。あーと、これはね結構強い動きできそうですね。ですね、まあ、特殊召喚したモンスター一回破壊しに行ってよくて、まあ、とりあえずサリエル出す。で、サリエル効果発動で時間カード持ってくる。アドバンテージは十分稼げますよねこいつね。で、ヘビ持ってきて、で、サリエル効果発動、まず特殊召喚したモンスター一体ぶっ破する。こっちでいいや。で、立て上がる。で、からの、バジリウス特殊で、バジリウス効果、呪眼カードを墓地に送れる。で、ゴルゴネイを送る。で、ゴルゴネイはこれを先行いったんでちょっとやりたかったんですけど、できなかったんで、増殖数字くらって、なんで、まあ、止まるっていう選択肢が取れるっていうのもいいところっていうことだけちょっと皆さんにお伝えしますね。で、まあ、断罪の呪眼も釣ってくればいいか。はい、ちなみに召喚特殊召喚もだいたい4回くらいで済むんですよ。なんで2ビルも踏みません、このテーマめちゃ強いです、そういう意味では。で、こいつはがエース、あらあら、呪眼の王ザラキエル。このモンスターは打点が2600以上のモンスターをツアーにした場合、バトルフェイジを2回攻撃できるぜ。そしてセレの呪眼の効果を発動、セレの呪眼によって自分の墓地の呪眼魔法トラップカードを除外し、このカードをセットし直し、そしてセレの呪眼が発動できる。さらに呪眼のザラキエルはセレの呪眼が装備されている場合、相手のカードを1枚破壊できる。うおーっつー、カトプレパスはいいや。バトルベース、行け、呪眼のザラキエルでダイレクトアタック。どう、このテーマ結構強くねえか。カイザーコロシアム、これ先行だったらマジ強かったな。バック除去は、結構止めれるんですよね。断罪の時間ってやつで。だから、なんか意外とハーピーのハイボールとかライトニングストームとか結構ケアできるんだけど、そういう、なんだろう、カウンタータップがあるテーマに対してさ、その、カイザーコロシアムとか貼るとめっちゃ強いじゃないですか。で、時間って、あ、それは全然無理だな。時間って、単体で、ザラキエル1体とかサリエル1体で全然成立するんですよ。強いから。さすがにデッキから無理じゃね？どっち？デッキから？デッキからうららだね。いや、ろくなことないからこれ。これろくなことないんで、まあ、うららする。そういうテーマに対して、なんかその、要は、ザラキエルかサリエルでビートし続けることができるんですよ。まあ、できればザラキエルでビートし続ける方が強いですけどね。なんでも破壊できるんで、ザラキエルは。だからそのザラキエルの単体性能をめっちゃ生かすっていう意味では、このカイザーコロシアムとか、あと午前試合とか、群雄割拠とかはめっちゃ強いと思ってて。まあ、今回はちょっと激肝ロックを決めていこうと思うんですけども、カイザーコロシアムで。で、デッキから特定のカードを加えていく。サリエルあるので、まあ、一旦これは、ヘビですね。で、サリエル召喚する。で、サリエル効果。デッキから、呪眼カードまた持ってこれるんだけども、まあ、これカトブレかな？展開は割とね、この3種で伸ばしていく感じですね。で、バジリウス特殊召喚する。で、まあ、バジリウス効果発動して、ゴルゴネイを墓地送れる。で、ゴルゴネイの効果によって、手札から呪眼カード墓地送ると、なんか呪眼の魔法トラップカードサーチできる。で、ここでカトプレパスをなんかぶち込んでいくと、一応カトプレパスが、墓地から呼び返ってこれる効果あるんで、まあ、それが結構ね、相性良くてね。で、カトブレ効果、呪眼モンスターいるから特殊召喚できる。はい。で、3体ザラキですね。呪眼モンスター3体使ってザラキエル出す。いけ、呪眼の王、ザラキエル。クイーンクイーンクイーン。バゴーン。かっこいいっしょ。かっこいいよね、このモンスター。めちゃかっこいいわ。めちゃかっこいい、ザラキエル。で、セレンの呪眼装備すると、まあ、相手のカードなんでも破壊できる。
とかになるんだけど、まああとはもうこのザラキエルでね、とにかくビートダウンするわ。うん、これが一番強いと思う。どんどんと上がるしね。もうだんだん、今ちなみに戦闘セレンの時間ついてると戦闘効果では、破壊できないよっていう状態になってますから。はい、時間の王ザラキエル君で相手のカードを何でも破壊できるっていう。で最強にキモいカード発動して、最強に激キモカード発動して、激キモカードを発動した上でセットしてエンド。相手はモンスター1体しか出せない。でザラキエルを抜かなければならない。まあほぼ無理ですね。まあちょっと今団体の時間がセットできないんで、魔法タップカードに対戦ないんですけど、まあ本来であれば結構頑張ると。うえ、必勝必勝。え、これ誰来るやつ、誰来るやつ、誰が来るやつですかこれ。必勝。はっきりね、マジやめて、はっきりねだけマジだめ、はっきりねマジやめてくれ。あー、オッケー、耐えた。はっきりではない、はっきりではないんだったらまだあるか。ってことは素材がエンドフェイズに取り除かれるので、あー、なるほど。まあ一旦合金打つか。3つ以上、いや要するに3つ以上だから、ここで耐え、次のターンもはっきりね引かれんかったらいいのか。これ断罪欲しいな。来ねえか、断罪来ねえか。まあ一応セットするしかないかな。断罪来ないのは厳しいね、なかなか。まあしょうがないか。でエンドフェーズ入って、ロンゴミ効果、まあ、とりあえずこれでモンスターを特殊召喚することはできるようになった俺は。でこの次のエンドフェーズを乗り越えればいける。ゴミ戦術がよ、絶対セーバーしてやるからな。よし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 、クソモンスターがよ、クソモンスターが。いやまあでも次このエンドフェーズで一応素材2個になるんで、これ効果かけるんで、もう素材が2個以上、あ、3個以上か、3個以上あるとロンゴミアと強いですけど、さすがにね素材これしかないロンゴミアと弱い。一旦打点上げとこう。まあ破壊はできないけど打点は上げておこう。でこれで4-1になるでしょ。 OK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 。 いやさすがに強い、4-1はさすがに強い。いやこれはエンドか、エンドだな、これエンドして、で一応ロンゴミの効果でこれでも破壊できるのも、これもロンゴミ破壊できる。 OK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 。ゴミカス戦術ぶち込んできやがってよ。相手多分これカイザーコロシアムめっちゃ刺ってるんだよね。さすがに多分魔法トラップカードセットしてこないってことは、あれ全部モンスターなんですよ。ってことだ、これ多分カイザーコロシアムめちゃくちゃ刺さってると思うわ。多分これもう出せないんですよ。もうザラケール1体出てるだけでもう1体以外出せないから、もうロンゴミアドしか出せなくて。でここでロンゴミアドショル、オッケーで、聖の時間で500ライフ払って打点上がる。オッケー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 。で、ドロー、今、6-2でしょ ?6-2、オッケー。で、これで打点が上がります。1000上がる、1200上がる。いけるいける。これゴルゴネイを装備したらいける。ゴルゴネイを装備。こいつはライフ差の数値分、打点が上がるぜ。うおー、よし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 。おっしゃ、バトルだ、くらえ、ゴミ戦術が二度と俺の前に現れるな。ロンゴミアント、自分が使うのは好きだけど使われるのはめっちゃ嫌い。 いやこのデーは結構強い気するけどね、割にやってることは。まあ脆いっちゃ脆いけど、セレンの時間がどかされると何もできなくなるっていうのはあるんだけど、これもさ別に海外コンシアムとかで最強カードあるから、まあ、これを使ってなんか相手の盤面ロックしたらもうなんか何でもいけるみたいなことあるんだよね。さすがにザラキ出しに行くか。ザラキエルカイザーで6なの。で、セレンの呪眼を装備するよ。で、サリエルに装備。で、権限打つ。これセレンの呪眼があると、トークン出せるっていう効果があるんですよね。2体。セレンがなかったら、トークンを1体。で、セレンがあったらトークン2体出すっていう。で、ここでもうね、3体分、呪眼モンスター並ぶんで、これでザラキエル出せるっていう。しかも、ニビル踏んでないですからね。今、これ4回目なんで。結構強いでしょ、これ。これで、まあ、十分ね、この制圧モンスターが立つんで。まあ、問題ないかなっていうね。で、セレンの呪眼は、自分の墓地から、呪眼カードを除外すると、セットし直すことができて、セレン払ってね。で、セレンの呪眼をザラキエルに装備すれば、
これで盤面完成よ。割と簡単だよな。はい、でクソカード、発動して、クソカード発動してカードセットで、これサレンダーね、相手これでサレンダー。相手はモンスターは1体しか集まり、1体までお願いします。展開はモンスターの展開は1体までお願いします。はい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 、合金いいでしょう。全く問題はございませぬ。はい、まあ、いくらドローしてもいいですよ。その代わりモンスター一体展開で頼むわ。モンスター一体展開でさ、無理ー無理ー。あー、バニラになりました。いやー、そうなのよね、これね、そうなのよ。魔法トラップカードやっぱこれダメだよ。団体セットセット無理だよこれ。クソやばいぞ。うわ出た、ブルーアイズカオスマックスドラゴン。まずい、混沌のマキシマムバース飛んでくれ。イブリース、あこれもしかしてこれイブリース送りつけようとしてる。あれこれもしかして、これ貫通ダメージ倍では。いった、いった、あっ